千葉県千葉市中央区にある歯医者 MFA デンタルクリニックのドクターの林です。今回は虫歯治療の C1 とはについてお答えします。虫歯治療の C1 とはエナメル質と呼ばれているところに虫歯が達していることです。エナメル質は歯の知覚作用がないため歯の痛みは伴いません。そしてこのエナメル質が穴が開いている状態と穴が開いていない状態があります。穴が開いていない状態であれば初期のほんとその前の虫歯であるためブラッシングで対応することができます。穴が開いている状態ですとそこに虫歯の菌が溜まってしまうためその穴が開いているところを削り白い材料で詰めていきます。まあ、本当に痛みが伴わない虫歯でありますのでご自身ではなかなか発見しづらいと思います。そのため定期検診で我々がチェックをさせていただいて穴が開いているのであれば虫歯の治療を進めています。このように虫歯治療の C1 についてわからないことがあればどんどん質問してください。当院の詳細は下の説明文よりホームページをご覧ください。